ただいま。ただいま。やば。やっほー、皆さん、こんにちは。中野ゆずでーす。今、帰ってきました。現在の時刻は23時52分。もうすぐ日付が変わりそうな感じです。どうも皆さんこんばんは、中里依紗です。ということで、見てすごくない、こんなでっかいニキビが、ほら見て、1、2、もうすぐ生まれそうなのが3。こんばんは。もうすごいね、疲れすぎてね、テンションがちょっとよくわからないテンションになっているんですけども、皆さんこんばんは。今日はですね、動画を撮る予定は本当に全くなかったんですけども、ちょっとね、お仕事がね、今日ちょっと押しちゃって、本当はね、夜の8時ぐらいに終わる予定だったんですけども、ご覧ください、今タイム、もうすぐこちらですね。もうすぐ日付が変わる感じになっちゃってて、本当に誰一人起きておりません。おかかさんも、はい、ご覧ください、このように寝ちゃっておりますし、お犬様もご覧の通り、お休みになっております。はい、ということでですね、私は孤独のお家に一人ぼっちで帰ってきたということで、はい、カメラを回させていただきました。今日はですね、今から明日アップする動画を編集をしなきゃいけないという過酷な試練が残っているので、編集徹夜ルーティーンみたいな感じで皆さんにお届けできればいいなと思います。無理くりなの、とりあえず無理やりなの、もうね、無理やり回してるから。で、しかもね、今日ね、仕事でね、特殊メイクをしたわけ。肌をね、真っ赤っかに塗って特殊メイクをしたから、残ってたりするからさ、この辺に特殊メイクが。だから、ちょっととりあえずお風呂に入りたいと思います。オフホワイト、マイルドヤンキー。背中にバッテンを背負っているマイルドヤンキー。ミスターマイルドヤンキーパーカー DJ。ミスターマイルドヤンキーパーカー DJ。みたいな感じで。はい、ジュニアか。パーカージュニア、ミスターパーカージュニアだったね。DJ とか間違っちゃった。やば。はい、とりあえず今からお風呂に入るよ。私のタイムリミットは5時間しかないので、5時間の間でお風呂に入って、編集も仕上げなきゃいけないので、本当にね、今ね、こうやってベラ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 喋ってる場合じゃないわけよ。孤独のお家に帰ってきたものだから、ちょっと喋らせて、とりあえず。誰も来てないんだからさ、誰も待っててくれないんだからさ、私のこと喋らせて。もう誰も喋り相手がいないから、ちょっと喋らせて。とりあえずお風呂に入る、カラス的な感じでお風呂に入りますので、皆さん、はい、徹夜ルーティーン始まるよ。今日は頑張るよ。お風呂から上がりました。顔がひどすぎませんか？大丈夫かな、ちょっとパックしてくる。あ、ニキビなくなっちゃった。とりあえずさ、お風呂をさ、カラスタイムでさ、浴びてくるみたいな感じで言ったんだけど、全然30分ぐらいね、もう入っちゃってたわけ。だってもう今だ、12時30分だもん。あと4時間半しかありませんけども、なんかリーサ、間に合うのでしょうか。今日はもうね、寝れないっていうことを覚悟にやらなきゃいけないもので、本当にこうやってね、なんで動画を撮ってるのっていう話なんだけども、このカメラが私の友達、親友みたいな感じだからさ、なんかちょっととりあえず誰か話聞いてみたいな感じでカメラ回してる。なんかさ、平凡な日を回すよりさ、なんかすごい乾燥してんだけども、なんで加湿器を入れるってことをマジでしないから、本当に加湿器入れてよね、それぐらい。ひどいもん、加湿器がさ、ずっとさ、私みたいにベラ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 喋ってさ、水ないよ水ないよ、もうずっと水ない水ない水ないみたいな感じでさ、喋ってくれればいいんだけどさ、あの人全然喋んないからさ、だから気づかないんだよ、加湿器。てか、マジさ、編集をさ、ほんと助けてお願いって感じなんだけど、誰か。私ね、5月ぐらいにすごい死ぬほど忙しくなる予定らしいの、スケジュールが。なんかいろいろな作品がこう、縫わなきゃいけないって、みんなわかんないか。いろんな作品をこう、同時にやらなきゃいけなくて、5月は3つぐらいやらなきゃいけないわけよ。だから中リーサ1人でしょ、役を、あと1、2、3でしょ。で、計5月に4人現れるってことなの、私。4人の人格をやらなきゃいけないですけども、1人だけズバ抜けておかしい人がいるので、大丈夫です、こいつです。今でもさ、こうやってさ、編集やべやべみたいな感じで言ってんのにさ、もうどうすんだろうね、5月みたいな。5月の私生きてる、大丈夫そう、編集する暇あんのかな。今でさ、こうじゃん。だから5月とか多分本当に YouTube をお休みしなきゃいけなくなっちゃうのかなって、すごい不安なんだけどさ。私的にはね、 YouTube はなんかすごい待ってくれてる方もいるし、お休みしたくないわけよ。マネージャーさんとかにも、本当にさ、別に自分の
のペースで忙しい時は無理しなくていいんだからねってすごい言われるんだけども、なんだろう、好きでやってるプラス息抜きみたいな感じなのよ、この喋んのが。うえーって喋ったり、だってすごい疲れてるはずなのにさ、こんなに喋ってるんだよ。こんなパックをしてお化けみたいになってもこうやって喋り続けてるっていうことは、だから私は本当にエネルギーの元源みたいな感じになっちゃってるから、5月のことはみんなで一緒に考えよう。誰かさ、ちょっと編集してくれる子いる？手挙げて。5月の中リーサを誰か助けてください。イエーイ。ということで、もうさっさと編集します。あー、しかもさ、こういう時に限ってさ、すっごい長い動画を私さ、なんかやっちゃってるわけ。タイミングが激悪なわけよ。もうそういう時本当に自分をめっちゃ恨む。喋りすぎだよお前って。とこの女喋りすぎ。とにかく頑張りたいと思うので、ちょっとだけ皆さんご覧ください。私が寝ないようにちょっとみんな見張ってて、ちょっとだけ回してるから。練習をしだすとこうやってね、メールが来たりするんですよ。でも今の時間だから、マネージャーさんからお疲れ様でしたメールだと思う。お疲れ様って打つじゃん。それでさ、それで終わりにすればいいのにさ、そっからさ、至らないことを始めちゃうわけ。ネットサーフィンみたいなこと。でも今日は皆さんのおかげです。こうやって監視カメラが回っているので、私はきっと編集をするでしょう。これね、こうやってね、監視カメラ回ってなかったらね、多分絶対ね、こうやってやってるよ。ネットサーフィン、真夜中の爆買いをやっているんですよ私は。真夜中のね、ネットサーフィン大爆買いみたいな感じでやりたいのやるね。もうこれ絶対、もう絶対これ触んないから。絶対触んない、触んないで、触んないでよ。今投げました。携帯は遠くに。やります、編集します、頑張ります。また見ちゃう。ブーってさ、通知来ちゃうとさ、もう見ちゃうわけよ。こうやってブーってさ、通知来ちゃうと見ちゃうわけよね。ほんでさ、インスタとかさ見てるとさ、なんかバレンシアガとかのさ、インスタとかにたどり着いたりとかさしてさ、え、なんかこれかわいいとかさ、なんかそれでサイトに飛んだりとかさしてさ、見ちゃうわけよもう。あー、もうダメだ。今見てるのはなんか外国の女の人がすげえ髪の毛巻いてるなんかやつ出てきて、なんかうわー、このコテ欲しいなとか、コテ使えないくせにさ、そういうことに今なってる。やばいよ本当に。マジで頑張らないといけないけど、携帯を私は手放すんだ。手放して、3、2、あ、私が欲しかったやつ履いてる人がいる。スニーカー、ジョーダン。嘘。ハーフィッチでこの間ね、ジョーダンを買ったの。それで私 6.5 サイズを買っちゃって、そしたらさ、日本サイズだとさ 23.5 だったわけよ。私さ、1センチ小さいやつ買っちゃったの。めっちゃ色も気に入ってたんだけどね、返品しなきゃいけなくなっちゃってサイズが合わなくて、でそれで悔しいと思って、違うジョーダン、違う色にしようかなとか思ってたらさ、そのさ、ちょうど緑のジョーダンを履いてるさ人がさ、インスタに出てきやがってさ、あー、絶対これ今からさ、ファーフィッチもう一回前戻ってジョーダン探すよね。今ファーフィッチで前戻って、やばい、ファーフィッチ今検索しちゃってる。一回だけ、一回だけファーフィッチ見させて。どうしようか。で、めっちゃ可愛かった今の。やっぱりうっそ、最後の1点緑。最後の1点か、買うしかないよねこれ。超可愛くない？可愛くない？緑高いんだよ。でもうわ、今買い物かご入れちゃった。うわ高っ。どうしよう、もう一個欲しいのもあるのよ。赤も欲しいの。どうしよう、こっちも可愛くない？こっちのジョーダンも最後の1点。くっそー、可愛いよな、どっちも可愛いよな。マジ買っちゃう、買っちゃう。ちょっと一回、一回編集してカットが終わってから考えるから、ちょっと一回ターンマ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 、よろしくターンマー、ということで頑張ります。マジで冗談抜きで今日徹夜無理かも。ちょっと一気に睡魔が、やっぱ喋ってないと結構やばいっぽい。あっち、これ徹夜できるかな。ちょっと一回髪の毛乾かしてくる。きつっ。起きないと。ちょっととりあえず今バッグを、髪の毛を乾かしてきまして、ニキビの薬も塗ってきまして、本当に一回だけ寝たいけど、本当にカットも終わってないからまた私は寝れないの。本当にお前頑張れ、監視して、一時3分ぐらい監視して、ちょっと頑張る。
やばい、今ようやくカットが終わりました。現在の時刻はもうそろそろで2時です。本当に申し訳ないけど、ちょっとテロップの前に本当に眠い、限界かもしれない。ちょっとだけ寝ようかな。ちょっともう通販とかもう喋るとかこういうとかなんかもうこういうのもちょっとやばいぐらい、ちょっと眠さが本当に今勝ってる。テロップ入れないといけないけど、ちょっと一回寝たい。20分だけ寝ます。20分だけちょっとタイマーをして寝ようと思います。20分だと分かったか、ちょっとだけ寝かせてくれ、お願いします。寝ちゃったんですけど、今2時半30分ぐらい寝れました。今からまたちょっとテロップ作業頑張ります。あーやばい、今ようやく11分ぐらいテロップ入れて、あと5分ぐらいテロップ残ってるんですけど、お弁当をマジで寝ないで作らなきゃいけない。もうすぐ4時、本当の徹夜動画になってしまいました。トカゲくんが出てった後も割とすぐお家を出なきゃいけないので、あのメンテナンスの日なの明日は。でもやばいわ、マジで忙しい。てか本気で寝る時間ない。明後日は朝6時出発とかだから、お弁当4時とかに起きて作んなきゃいけないから本気で寝れないわけ。喋ってる場合じゃないのよ本当に。こうやってもうニキビをぶっ潰さなきゃいけないの明日は。とりあえずやばいね。何なのこの動画って感じですけども、とりあえずね、あのリアルな YouTube 編集のリアル、てか編集のって言うと編集のって言ってもパソコン見えてなかったじゃん。パソコン見えてないのにずっと喋ってたね。これちゃんとやってるから、ちゃんと見て。パソコン全然映ってなかったじゃんこれ。やってるから、パソコン。サムネ急がないと。321急ぐ。もうちょっと、もうちょっと、一番最後のエンドロールのテロップを入れています。マジでね、このエンドロールのテロップを入れてる時が一番もう嫌。なんかうーってなる。コツコツちゃんと編集してないから悪いんだよね、こうなるんだよね。時間が本当になかった今回。昨日今日もセリフが大量にあったから、まずそっちに集中しなきゃいけなくて、なんか他にもやらなきゃいけないことがたくさんあったから、なんかもうね、全然やばいわけよ。頑張らないと。なんで私こんな頑張ってんだろう。どうして私こんなにお仕事を頑張るんだろう。仕事人間なのかな。ちょっとさ、休んだりすればいいのにね。でもね、私ネットショッピングがさ今打ち上げたままだったよね。ちょっとそれもやんなきゃ。もうちょっとわけわかんない、何この動画。ちょっとごめんね。ちょっと一回ちょっといや頑張る。最後今ね音楽を決めてるんだけど、すげえご飯が炊ける匂いがしてきた。タイムリミットじゃん。どうしよう、タイムリミッティングじゃんこれ。音楽が決まらない。あと30分、あと30分で起きてくる。吐き出しが終わってくれ。なんでこんな重いの。めっちゃ時間かかんじゃん。皆さん聞こえました？今ご飯が炊けましたという言葉も5時になったんですね。5時になりました。今日もお母さん徹夜組。ちょっと本当に本当に本当にちょっとしんどい感じになってしまいましたが、今日の動画っていうか私の徹夜にお付き合いいただき本当に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 ありがとうございました。寝る時間をちゃんと作って、こうやってまあなる時もありますけども、本当に寝れる時にねちゃんと寝て、本当に体を大事に頑張りたいと思います。もうこの電池も切れそうだしね、ちょうどいいと思う。今日の動画を見てくださった皆さんありがとうございました。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやってますので、そちらの方もフォローもよろしくお願いします。そして
グッドボタンもよろしくお願いします。寝てって思う人グッドボタンよろしくお願いします。あかりさ、寝不足じゃない状態で次の動画でお会いしましょう。あかりさでした。今書き出ししてる。イエイイエイイエイ。まだ全然時間かかるけど、バイ。